コルカタダービーはインド、西ベンガル州のコルカタに本拠地を置くプロサッカークラブ、モフンバガンとイーストベンガルとの対戦を指す名称である。2013年時点において、2つのクラブは州リーグと全国リーグであるアイリーグで、それぞれ2試合ずつ、年間4試合を戦うほか、フェデレーションカップや IFA シールド、ドゥランドカップなどの国内カップ戦で顔を合わせた。 場合は年間で5試合以上を戦うこととなる。2つのクラブのライバル関係は1925年に始まって以降約90年の歴史があり、国際サッカー連盟にも歴史あるダービーマッチとして取り上げられている。コルカタの2大クラブとされる両クラブは世界中でファンを獲得している。両クラブはベンガルの地域を代表するクラブであり、 モフンバガンはベンガルの西側に住む人々から、イーストベンガルはベンガルの東側の部分に住む人々から支持を受けている。文化的には、コルカタダービーはスコティッシュプレミアリーグのオールドファームと似ている。モフンバガンのサポーターの大多数は地元の人々であり、一方のイーストベンガルのサポーターの大部分は移民で構成されている。モフンバガンは現存するアジアのクラブの中で最古の サッカークラブであり、1889年にカルカッタで設立された。1911年まで、イギリス領インド帝国の首都であったカルカッタにおいて、モフンバガンは、イギリスのフットボールの影響を大きく受けその他の、地方出身の選手とは一線を画する、華やかな試合を展開、ここに、現在のライバル関係の基礎が築かれることとなった。多くのライバル関係と同じく、 コルカタのライバル関係も、また内部分裂によるものであったが、コルカタの場合は、間接的なものであり、地方の挑戦者が生まれたことによるものであった。1920年代半ば、モフンバガンは、ジョラバガンクラブとの対戦において、当時のスター選手、サイレシュボースを出さずに対戦を行ったが、当時のクラブ副会長であったスレシュ・チャンドラー・チョードリーは、これが大いに不満であった。 実業家であった彼はクラブへの不満から新たなクラブ設立を決断イーストベンガルが生まれることとなった。チョードリーとクラブの共同設立者はベンガルの東側特に現在のバングラデシュから大いに支持を受けた。クラブは伝統的に東ベンガル地域からの移民により支援を受けることとなった。これにより両クラブの対戦は2つの異なる社会的 経済的グループを背景としたにクラブの対決といった様相を予定するようになり、何十年と月日が流れ社会的、経済的な変化が訪れたものの基本的な構図は変わっていない。二つのクラブが初めて対戦したのは1925年のカルカッタリーグの試合においてであり、イーストベンガルが1の0で勝利した。この結果は権威ある。 IFA シールドの1944年大会においても繰り返されることとなった。イーストベンガルは準決勝でもフンバガンに勝利、それまで IFA シールドで最多優勝を達成するなど輝かしい成績を残していたモフンバガンの歴史の転換点となった。モフンバガンは1911年にイーストヨークシャーレジメント鬼から一で破って、 IFA シールドを初優勝を飾った。これは、インドのクラブチームが、ヨーロッパのチームとの対戦で勝利し、優勝を果たした初めての大会となった。この試合は当時イギリスの支配下に置かれていた、インドにおいて、スポーツにおける節目と考えられており、優勝を果たした記念日である毎年7月29日は、モフンバガンの日に指定されている。 この優勝の重要性は、モフンバガンのクラブ設立100周年となった1989年に、勝利を祝った記念郵便切手発行が、インド政府において議論されたことにも見ることができる。正確な対戦成績については、論争が起きているものの、モフンバガンとイーストベンガルの間では300試合以上の試合が行われている。イーストベンガルのファンは、 ライバルとの対戦成績において相手を上回っていることを誇りとしている。コルカタのライバルであるイーストベンガルともフンバガンは公式な対戦記録が判明している限りにおいて301試合で対戦しており、イーストベンガルの112勝、モフンバガンの85勝、104引き分けという結果となっている。イーストベンガルは273ゴールを モフンバガンは227ゴールをダービーにおいて決めている。100回目のダービーは1967年12月16日にローバーズカップ決勝戦として開催され、イーストベンガルがモフンバガンを2から0で破った。200回目のダービーマッチは1993年4月に行われたエアラインズカップ決勝戦であり、モフンバガンが延長戦の末に6から5で勝利している。 三百回目のダービーマッチは二千十二年一月八日に開催されたカルカッタフットボールリーグプレミアディビジョンの優勝決定戦であり、ナイジェリア人のオカリオディファとメネチバーガブが得点を決めてイーストベンガルが二のゼロでもフンバガンに勝利している。三百四十五回目のダービーとなったカルカッタフットボールリーグプレミアディビジョンの優勝決定戦は二千十三年五月二十三日に ソルトレイクスタジアムにおいて開催され、イーストベンガルがモフンバガンを3から2で破っている。現代においては、サッカーインド代表選手でもあるバイチュン、ブティアがコルカタダービーで最も得点を挙げている。彼が1997年の試合で達成したハットトリックは2009年にコルカタダービーでハットトリックを達成した初の外国人選手で、ナイジェリア人。 サッカー選手の A で一時が達成するまで唯一のコルカタダービーにおけるハットトリックとなっていた。バイチューンブティアは1997年の試合で4ゴールを決めており、これはコルカタダービーにおける個人最多得点記録となっている。1960年代はモフンバガンの黄金期であり、イーストベンガルに対して勝利し続けた。リーグ戦ですでに優勝を達成していた。 モフンバガンは IFA シールド決勝戦においてライバルのイーストベンガルをホームスタジアムで破って2巻を達成した。3から1の勝利は革新的な戦術を持ち込んだ監督アマル・ドゥッタのもと4から2から4という革命的なフォーメーションによるものであった。歯車は次第に回り始め1970年代にはイーストベンガルの時代が到来する。この時期、 イーストベンガルは6年間にわたりコルカタダービーで負けることはなく IFA シールド決勝戦では5から0でライバルを破っている。イーストベンガルが5の0で破ったこの試合は IFA シールド決勝戦の歴史上最大得点差記録となっており、さらにイーストベンガルはこれ以降 IFA シールドも連覇を達成している。この際、 あまりにも不甲斐ない屈辱的な負け方に激怒したサポーターから逃れるように、モフンバガンの選手たちの何人かは、ガンジスガーのボートにこもって、人へを明かすこととなった。最も記憶に残るコルカタダービーの試合は、間違いなく1997年に開催された試合であり、この試合には13万1000人の観客が詰めかけた。この13万人を超す、 観客数は現在までインドのスポーツにおける最大観客数記録となっており、12万人を収容するソルトレイクスタジアムの収容人数を超える観客が訪れた。フェデレーションカップの準決勝となったこの試合において、インドでも有数の有名サッカー選手、バイチュンブティアはハットトリックを達成、イーストベンガルを4-1の勝利に導いている。しかし、彼は決勝戦では、 同じようにヒーローとなることはできず、チームもサルガオカーに敗れて、準優勝に終わっている。ありがとうございます。